はい、このね弓を作ることによって何をするかというと鹿を倒します。鹿はですね近づくと逃げてしまうので弓の方が倒すのに効率がいいです。その鹿を倒すことによって落とす鹿のトロフィー、これをね3つ集めることで一番最初のボスエイクス竜を呼び出すことができます。それぞれのボスでは専用の召喚アイテムがありますので、それを集めてボスを呼び出す必要があるので少し覚えておいてください。それではね鹿を倒していきましょうか。時計カラスをいましたね。コントロールキーで歩くと忍び歩きができるので、この忍び歩きをやりつつこういう形で近くに近づいて弓矢で射抜くというのをねやっていただくとやりやすいかなと思います。はい、鹿を倒すことで鹿のトロフィーですね、これが手に入るのであと2個取っていきましょうか。ふう、夜になりましたが2個集まりましたね。トロフィーはですね倒しても必ず落とすわけではないので気長に集めていきましょう。ここで一つ休息済みについて解説しようと思います。今右上に寒さとだけ出てますが、これを自分の拠点に戻ると休息中になりますね。避難場所と火さえあれば休息中の表示が出ます。この休息中の表示から20秒ほど経つと休息済みのバフが得られます。この休息済みのバフ、冒険する上で非常に重要なバフになってます。というのも休息済みのバフは体力回復 50%、 そしてスタミナ回復速度も 100%、 こういう効果がつくんですね。なので必ず休息済みのバフは取っておくようにしましょう。もし道中で切れてしまった場合は周りに敵がいない状態で焚き火をして X ボタンで座る、これでですね時間が経つと休息済みのバフが得られるので、ぜひねこれは覚えておいてください。はい、ということで4日目ですね。引き続き鹿のトロフィー集めていきましょうか。鹿肉もね大量に余ってるのでここで焼いておきましょう。もしね一気に焼きたいという方、そういう方はこの調理設備を焚き火一つに対して密接するような形で置けば、このようにね一つの焚き火で一気に焼くことができるので便利です。ちょっと拾いづらいですけどね。もちろんね冒険に出る前はこうやって必ず肉を焼いて食事を切らさないようにすることで生存率も上がるので、食事は必ず確保しておいた方がいいです。よし、3つ集まりましたな。これでエイクス竜に挑む準備ができました。ということでね早速ですがエイクス竜倒していきましょうか。最初のボスなのでそんなに強くないです。必要なものは弓、そしてコンボ、そして矢ですね、さっき言ってた矢、そして食事で忘れてはならない鹿のトロフィー、以上ですね。これがあればおそらく負けることはありません。食事も赤色が2つと黄色が1つ、この食事で挑んでいこうと思います。それでは先ほどロケーションマップで登録したエイクス竜のところまで行きましょうか。はい、ということでね目的の場所まで来ました。ここにですね鹿のトロフィーを3つ捧げるとボスが出現します。さあそれではね攻略していきましょうか。よっ、でかい鹿と思ってもらえれば大丈夫なので、このように弓をパチパチ当てていきながら引いていくという形で攻略できます。見た目はいかついですがそれほど強くはございません。近づいてきたら逃げる、この攻撃だけね遠距離攻撃なんでちょっと注意してください。またね裏技として
焚き火で炙るという方法もございますこっちの方が早いかもしれませんね。焚き火で炙って逃げたら回収、そしてまた来たら炙る、こういう形でですね倒すことも可能ですね。こいつに近づかないようにして戦えば全然苦なく倒せるんじゃないでしょうか。はい、終わり。はい、これで第一のボスエイクスリュが討伐できましたね。はい、ということでね、一番最初の祭壇にやってきました。ここで何をするかというと、ボスは倒すと必ずボスのトロフィーを落とします。で、これをですねこの祭壇に祀ると、こういった形でボスの力を得ることができるんですね。はい、これでですねボスの力を発動可能になりました。初期の仕様であれば F ボタンで発動可能です。発動してみましょうか。こんな感じになりますね。ちなみにエイクスリュ、これ右上に5分タイマーがあると思うんですけど、この5分間エイクスリュのバフを受けられますね。バフの効果はジャンプと走り、その時のスタミナの使用率が 60% 減ります。結構ね走り回れるので有用なカゴになりますね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。エイクスリュを倒すところまでを解説してみました。今回の草原攻略で覚えておいてほしいことは、休息済みのバフを切らさない、そして食事を3食きっちりとる、夜は拠点で就寝する、以上になります。またね、次も黒い森編をあげるので、ぜひそちらの動画も楽しみにしておいてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。